今回ですね、ハリバックサポートセンターがね、僕を合わせて2人来てるんですよ。カナダ人のスタッフで、クリスっていうスタッフがうちにいるんですね。カナダ人なんで、ですけど、まあ、名古屋に長く住んでるカナダ人のスタッフで、一緒に今回来てくれて、いろんな教育委員会と会って話を聞いて、でもっともっとカナダの教育委員会について、カナダ人のスタッフがこうカナダの教育委員会について学んでくれてるので、これからまたもっともっとうちの、カウンセリングの知識の、まあ、増加とかっていうのにつながっていくといいなと思うんですけど、今回ですね、2人で旅行してきて、もう僕が本当アホな間違いというか、大ボケをしてしまって失敗を、でそれを皆さんにはしてほしくないなと思うので、ちょっと気をつけてほしいなと思うんですけど、まあ、今回2人で来てて、でこうバンクーバー空港着いて、でなんだろう、こう検査場に行くじゃないですか。で荷物を、乗り換えが終わって、で荷物をこう機械に通してその検査をしていくと思うんですけど、で僕が先に行って、でクリスは後ろから来てたんですけど、こう3つトレイ3つぐらいに分けてリュック入れて、でジャケットだったりとかちっちゃいものを入れ、スマホを入れて、でパソコンをこう一つの棚に入れて、で流すじゃないですか。でその後自分はこうなんか体チェックされて、で OK だよって通されると、次のなんかこう流れてきますよね。でそこがすごい時間かかってて、で待ってたら来ないなと思ってて、で一つ目が届いた時に、あ届いたと思ってこう身につけたんですけど、その僕のリュックサックが、バックパックがリースクリーニングって言って、あっちに持ってかれちゃったんですよね。なのでこれだらのだって声かけられて、ああ僕の僕のとか言っていて、そっち側に行って、でリュックをまあいろいろ質問されて、まあ OK だよってなって、でリュック背負って、ああって言って、その下降りていって、クリスが来るの待ってたんですよね。でクリスはクリスでなんかいろいろ引っかかっててそこで時間食ってたので、僕はその次に乗るゲート探してうろうろ歩いてたんですよね。でクリス遅いなと思いながら待って歩いてたら、ふとバックパックが軽いってことに気づいて、あパソコン忘れてると思って、検査場に僕パソコン置いてきちゃったんですよ。でそう慌てて戻ろうと思ったんですけど、やっぱ降りてきてるのでもう戻れないんですよ。でもう慌ててクリスがまだいたら持ってきてもらおうと思って、クリスにこう電話したんですよね。でエレベーターの下で、エレベーターから人が降りてくるんですよ。検査場から人が降りてきてて、で僕がここで慌てて電話してて、 Hey Chris I left my laptop とか言って言ったら、そしたらたまたまここを通りかかった人が僕のこの I left my laptop っていう言葉を聞いて、いきなりおいお前のラップトップはあそこで俺が取っておいたぞって言い出して、えぇ、ー、ってなって、でその人がお前のかとか言って、僕はちょっとパニックってたんでそうですって言ったら、分かったお前ここで待ってろって言って、その人なんか戻ってきて、なんかコーヒーかなんか買いに行くはずだったのかな、ちょっと待ってろって言って上上がってってくれて、でしばらく待ってたらエレベーターで降りてきて僕のパソコンを持ってきてくれて、で渡す前に一回ちょっとスクリーンさせなきゃいけないから一緒に来てって言われて、一緒に行って、でちょっとだけその違うところでこう機械に通して、あいよとか言って、気をつけろよとか言ってくれて、なんてラッキーなんだと思って、本当にその瞬間にその人が来てくれなかったら、もっともっと大変な面倒くさいことになってたんだろうなと思うんですけど、偶然にも僕がクリスに電話したい、I left my laptop, Chris とか言って言った時に、ここをたまたまその僕のラップトップをなんだこれはってそこで片付けた人が通ってくれてたっていう、ちょっと奇跡的なことがあってまあ僕はラッキーでしたけど、パソコンを持っていかれる方は必ずパソコンはカバンから出します。で混んでるといくつかこうなんだろう、2つか3つに分けたトレイの1つか2つは普通に来るけど、1つはこうリースクリーニングって言って、こう向こうで追加チェックとかされちゃうので、僕と同じミスをしないように気をつけてほしいなと思います。そんなこんなで、元気でやってますけども次はね、これ以上の間違いは、しないように気をつけて残りの滞在したいなと思います。それではまた。